速報 J2、 J1 昇格への熱き戦い、 J リーグディビジョン2第14節、まずはこちらのカード。現在4連敗の6位ベルマーレ、対するはエースウィールを出場停止で欠く3位の大分トリニータ。ゲームは開始1分、トリニータは新加入のルシアノ、フリーキックを直接狙います。前半7分、さらにルシアノシュートを狙いますが、これもキーパーの正面。前半16分、トリニータはカジのスルーパス、若松飛び込みますが、ベルマーレキーパー水谷が判断よく飛び出しピンチを切り抜けます。チャンスのなかったベルマーレは前半22分、前園のパスから高田が折り返し、田辺のシュート。前半24分、ベルマーレは松原、フリーキックを直接狙います。しかしこの強烈なシュートはキーパー前川に阻まれます。39分、トリニータはベルマーレキーパー水谷のミスキックから竹村のシュート、しかし水谷ここはなんとか防ぎます。結局前半は0対0で折り返します。後半開始6分、ベルマーレは前園のパスから高田ヘディングシュート、しかし惜しくもゴールなりません。さらにベルマーレは後半8分、コーナーキックのチャンス、そして酒井のシュート、クロスバーの跳ね返りを松原押し込んで先制します。後半9分にはベルマーレ酒井、キーパー前川のミスを逃しません。しかしこのシュートは惜しくもポスト。1点を取りにいたは後半13分、左サイド竹村のクロスに高松がヘッドで合わせますが、キーパー水谷がナイスセーブ。さらに取りにいた後半26分、コーナーキックのチャンスもクロスバーに嫌われ得点なりません。後半30分、ベルマーレは時崎、相手ボールをカットしロングパス、このパスを酒井がキーパーをかわして2点目、2対0、貴重な追加点を奪います。2点をリードされたトリニータは後半34分、吉村のパスから高松の J2 初ゴールで2対1、1点差に詰め寄ります。しかしトリニータの反撃もここまで、ベルマーレがトリニータを下し連敗を4で止めました。
ルベックスをホームに迎えます。前半押し気味にゲームを進めたのはヴァンフォーレ。前半13分でアルビレックスがヴァンフォーレを下しました。5位ホーリーホックと9位モンテディオのゲーム。前半18分モンテディオは高橋の折り返しをマシモ、こぼれ球をエドウィンが押し込んで先制します。1点をホーリーホックは後半3トップにして反撃開始。後半8分鳥羽のクロスに須藤が合わせ1対1同点に追いつきます。そのわずか2分後の後半10分村田相手ボールを奪い逆転のゴール。さらにホーリーホックの勢いは止まりません。後半12分にはディフェンダーのクリアーボールを飛ばゴールに叩き込み3対1。ホーリーホックわずか5分間で3点を奪い逆転勝ちを収めました。14節の試合結果です。ベルマーレトリニータに勝って連敗を4でストップ。アルディージャレッツは22日19時のキックオフ。変わった順位表です。アルビレックスが9位浮上、上位陣の順位に変動はありません。続いて得点ランキング。今節ゲームのなかったコンサドーでエメルソンが依然15ゴールでトップを走ります。次節の対戦カードトリニータアルディージャは25日木曜日、ベガルタヴァンフォーレは28日日曜日、その他のゲームは21日土曜日の開催となっています。速報 J2、 次回はアルビレックス対コンサドーレのゲームを中心にお送りします。